美しい棚田に、鏡のように空を映す池、長岡市の旧山古志村、緑豊かな原風景を次々に写真に収めていきます。山古志はやっぱザ自然っていう感じなんで、他の場所ではその見れないような景色がやっぱり好きですね、山古志は。長島忠成さん、市内の高校に通い写真部に所属しています。長島さんの祖父は旧山古志村で村長を務めた長島忠義さん。レンズの先に広がる風景は20年前一瞬にして奪われました。2004年10月23日、旧山古志村は震度6強の激しい揺れに襲われ、多くの建物が崩壊、尊い命が失われました。役場庁舎が全く使えない状況になりまして、危険で入れません。それで役場に災害対策本部を置くことはできませんので、当時陣頭指揮を執っていた長島忠義村長は地震の2日後に全村避難を決断します。着の身着のままヘリコプターに乗り込んだ住民が目にしたのは田んぼや畑、そして山々、崩落したふるさとの姿でした。厳しい状況だけども、よく頑張っていただいてるし、ふるさとを確保したいという思いがありますから、それに応えて私も頑張ります。山古志の住民、そしてふるさとを守るため、村のリーダーは必死の思いで日々奔走していました。長島さんが亡くなって7年、忙しい中でも一緒に遊んでくれた大好きなおじいちゃんでした。優しいっていうのが大きいですね。出かけるのに連れてってもらったりとかすることが多かったので、一緒にお祭りに行ったことがあったんですけど、それはすごい楽しかったなっていう思い出があります。お墓の中にはいませんって言われるけどさ、でも、まあね、どっかにいるんだろうなっていうのは、いつでもまだその辺にいるっていう、そんな感じですよね。長島村長の妻、久子さんです。村長として全村避難を決断した夫の覚悟と苦しみを間近で感じていました。自分が全村避難をこう決断したと、みんなが賛成するはずないですからね。やはりその時にいた人たちを責められると困るって、だから自分一人で判断するんだっていう、判断したんだっていうことは言ってましたけどね。中越地震から3年後に生まれた孫の忠成さん。これは5年前の映像です。当時小学6年の忠成さんは震災当時の記憶を祖母に尋ねていました。避難するときどんな気持ちだったか。そうね、結局地震が起こったのはもう夕方っていうか、もう夜に近かったから暗くて分かんなかったけど、避難する時は明るかった。もう緑がみんな崩れて落ちて、全部土の色、そういうのに変わっていた。すごい決断だなと。どのところがすごいなって思う？全村避難を考えたりするところがすごいなって。長岡市で開かれている中越地震の企画展、地震の被害、そして復興への歩みを今に伝えています。もうその時もうね、何が起きたか分かんなかったね。うちは潰れると思ったしね。青木勝さん74歳、当時山古志村の職員として長島村長と共に
復興への対応に追われていました。10月23日でしょ、もう1ヶ月の出産すると雪が降るわけですよ。で雪が降ったらもうこの状況ではとても山越しで避難生活は送れないと、誰に相談することもできないわけで、で住民の生活の全部が自分の肩にかかってくるような、そのぐらいのすごい重圧があったと思うんだけれども、地震発生から2日後の全村避難、当時長島村長はテントで寝泊まりしながら住民の生活再建に努めました。村民が知りたいこと、いつ帰れるのか、どんな形で帰れるのか、このことをまず私たちは最優先して考えていく必要があります。慣れない土地での避難生活、長島村長は頑張れと記したノートを避難所に置き、住民の声に耳を傾けてきました。中には長島さんにしてみればね、奮起させられるようなのもあるんですよ、うん、要するにバカ村長とかね、どうしてくれるんだみたいなのを書く人も当然いるわけだし、でもそういうものにも彼はずっと真面目に返答をしていたと。あの人はそういう人の要するに心に寄り添うというか、それを信条にしていたところがありますから。大切な住民や職員、そしてふるさと、帰ろう山越しへ、この合言葉を胸に長島村長は復興へ向けて走り続けました。朝になるとそこら辺にこうもやがかかったり、結構綺麗なんですけど。長島村長の孫忠成さん、山越しの復興に尽力した当時のおじいちゃんの姿を見たことはありません。でも祖父が愛し守り抜いたふるさとの風景をこれからもカメラに収め伝えていきたいと考えています。一回こういうことがあってから今すごい綺麗な状態になってきているので、どんな人になりたいなとかってなんとなくあったりするのかな。優しい人になりたいなと思ってます。優しいっていうところを強く持ったまま、そう、大人になりたいですね。そして祖母の久子さんは、いろんなことあった、いろんなことしてきた、うん、だから仲間もいっぱい、うん、いろんなことしてきた、うん、して一緒にやってくれた。でもやっぱりね、私が頼りにするのはやっぱり、うん、長島だったわけだから、うん、本当にいてくれりゃね帰ろう山越しへ、そしてこれからも山越しで。被害から立ち上がるため手を取り合い絆を深めた20年、その歩みは次の世代が受け継いでいきます。